ここから袖の減らし目に入ります。一度セーターのところで袖の減らし目もやりましたが、今回も2目以上の減らし目、そして1目の減らし目、このテクニックを確認しながら綺麗なカーブを作っていきましょう。袖ぐりの減らし目をしていきますが、ここでもう一度編み図をご覧ください。この最初にカッコ5目、2段ごとに4目1回、2段ごとに3目1回、2段ごと2目1回、2段ごと1目3回というふうに数字で書かれています。これがなかなか暗号のようでわからないという方がよくいらっしゃるんですが、この見方としてはこのカッコ5目というのは1段目で5目を伏せていくということになります。そして2目以上の減らし目は糸のある方ですから、幾段戻りの段で、一目になったら同じ段で減らし目をするということになります。そしてこのカッコ5目のは、昔は1段目で5目1回というふうな表示でしたこともあるんですが、まあ、これも出版社によって違うんですけれども、カッコ5目というのは伏せ目、1回目1段目で伏せ目をするんだよというふうに考えていただけるといいと思います。この編み図いろいろおなじみなんですけれども、これも出版社やその本によって違うということがあるので気をつけてください。今回は 1段目で減らしますが、これをカッコ5目と表示してあります。袖ぐりの最初の減らし目です。カッコ5目とありましたが、これは袖ぐりの1段目で減らすことになります。まず表目を2目編んで、一目目を二目目にかぶせる。これで一目減ったことになります。このかぶせた数が減らした数ですので、次の三目目を編んでかぶせて二目減りました。三目、四目、最後の一目かぶせたところで5目減ったことになります。次からはまた模様を続けていきます。この段はそのまま端の目まで編んでいきます。袖ぐりの1段目の編み終わりです。端まで編んでください。2目以上の減らし目は糸端のある方で減らすということになります。1段遅れて次の段裏に返して、こちら側も5目減らすことになります。こちら側は裏目を2目編みます。2目編んで1目目をかぶせます。1、2、3、4、5と5回かぶせましたので5目減りました。続けて今までの模様を繰り返して、この段も端まで編んでいきます。2段目の編み終わりです。2段目も端まで編んでいきます。続いて3段目です。2回目の減らし目になります。2回目からはカーブをなだらかにするために、最初の目は滑り目にします。目の向きを変えながら右の針に1目移します。そして次の目を編んで4目減らします。1、2、3、
表は目を編みながら4目減らします。3段目の減らし目、4目ができました。ここで2目以上の減らし目が終わりました。まず1段目で5目、そして4目、3目、2目と減りました。残りは2、4、6、7目です。減らし目があと5目ですから、残り2目残るということで、ここまで正しく減らし目ができたことになります。時々このようにチェックをすると、最後まで行って目数が合わなくなったということがありませんので、こんな風にしてチェックをしてみてください。ここから1目の減らし目に入ります。2段ごと1目3回のうちの1回目です。1目の減らし目も編み方は同じです。1目滑らせて1目編んでかぶせる。1目だけですから、これで終わりということになります。ここで編み物の約束ごとというわけでもないんですが、1目の減らし目は同じ段、同段で減らし目をしましょうと。なるべく減らし目とか増し目の操作は表側でした方がやりやすいということになりますので、この段は端目まで編んで、一番端目の時に2目一度して1目の減らし目をするということになります。左側の最後です。こちら側も1目の減らし目になりますので、最後は左側から2目一緒に針を入れて、1目の減らし目は2目一緒に針を入れて表目で編むということになります。これで左右の減らし目、あとは残りが2段ごと1目2回と4段ごと1目1回、6段ごと1目1回を繰り返してください。左右の袖ぐりの減らし目が終わりました。これで23段まで編んだことになります。19目減りましたので、両側に2目ずつ両側の模様が残りました。この全体で96目になります。袖ぐりの原目が終わって、肩先まで65段編めました。ここから引き返し編みが入ってきます。襟ぐりの減らし目と引き返し編みを同時にしていきます。この引き返し編みはなかなか覚えられない、なかなか難しいところなんですが、基礎の引き返し編みと一緒にご覧になっていただけるといいと思います。ただし今回は模様編みが入ってきますので、その模様編みの引き返しの仕方もここでしっかり覚えてください。さあ、裾からちょうど肩まで、ここまできちんと段数が編めてるかということになるんですが、もちろん1段ずつ数えてもいいですし、編んでる時に、まあ、段数をこう一つ一つ記録していってもいいんですが、なかなか途中で間違えて数えてしまうことがありますので、そういう時はこちらの模様編み、これを見ていただくと正しい段数が分かりやすいと思います。この作品は脇までが72段、そして肩先までが今65段目ということになりました。そうしますと合計が137段ということになります。137段で人柄が36段ということになりましたので、それを割ってみますと3余り29となります。3模様ダイヤが6回入って、あとは29というとこまでということになります。1、2、3模様と29段、この今段数のところでまず2段空欄がありました。数字の空欄がありました。そこから2段下がったところ、ちょうどこのダイヤの広がったところまでが137段ということになります。模様の方もちょうど広がったところで終わっています。137段目まで編んだことになります。66段目、次裏の段で最初の引き返し編みが始まります。実際にはこの段が66段目ということになっています。66
66段目で最初の引き返し編み、編み目を残すところ、編み残しの引き返しが始まります。1回目の引き返し編み、2,4,6目残しました。ここで段数マーカーをつけます。段数マーカーを後ろ側に置いておいて、表側に編み地を返します。次の目は滑り目です。目の向きを変えずにそのまま移してください。そして模様、この模様が交差の模様が出てきましたので、交差編みをここで入れます。右上2目交差ですので手前に置いて、次の目を表で編んで、縄編み針に取った目を2目編みます。なるべくギリギリまで模様編みを入れていくっていうところも綺麗な作品になるポイントです。模様の入るところは模様編みを入れていくということになります。次は2目と1目の交差です。2目手前に取って、次の目を裏目で編みます。表2目で編み、模様編みをそのまま続けていきます。ここで肩の目数、今回は22目でした。肩の目22目です。そして後ろの襟ぐりで5目減ることになりますので、この肩のところでは27目のところまで編んでいくということになります。編み目を確認してみましょう。2,4,6,10,2,4,6,20,2,4,6、これで28目になってしまいました。27目ということですので、1目交差はしましたけれども、もう一度ここの交差のところだけ1目元に戻しておきます。ギリギリまで模様を入れていきますので、ここの1目だけ模様を戻して、ここまで模様を入れていきます。ここで肩と襟ぐりの減らし目の分27目残りましたので、編み地を返して最初の襟ぐりの減らし目になります。最初3目減らしますので、1目はそのまま目を外して、裏目を編んでかぶせる。1,2,3目、これで襟ぐりの1回目の減らし目3目終わりました。続けて模様を編んでいきます。2回目の引き返し編みになります。2回目も6目残すことになります。最初に滑り目をした目、2,4,6目残しますので、あと3目ですね。これで2回目、2,4,6目、また編み目を残すことになります。ここで段数マーカーをつけます。段数マーカーをつけたら表に返して、最初の目は滑り目です。模様を作りながら端まで編んでいきます。2目と1目の交差、手前に2目置いて、裏目を編んだら休ませた目を2目表目で編みます。最後です。ここはもう交差ができませんので、裏と表を編んでおき、
裏に返して次の減らし目、2目を減らします。最初の目を滑らせて1目編んだらかぶせる。次の目も1目編んでかぶせる。次は5目残します。同じ要領で段数マーカーをつけます。表に返して最初の目は滑り目、次はもう一回模様編みが入りますので、ここで2目と1目の交差をします。最後の目を表で編んで、これで引き返しが終わりました。あとは段消しをしていきます。段消しは模様を作りながら段消しをしていってください。裏で編むべきところは裏で編み、表で編むところは表で編むというようにします。ここまで表を編んだら段数マーカーにかかっている糸を引き出します。そして次の目と一緒に編みます。次の目は表目になっていますので、段数マーカーにかかっている糸と次の目を一緒に表目で編みます。はい、下の目表です。次の目はねじり目です。表、次の目も表、はい、ここでまた段数マーカーが出てきました。この目を引き出して、次の目は裏目になってますので、これは裏目で編んでいきますが、糸を引き出した目と一緒に裏目を編みます。裏目を編みます。同じように段数マーカーを引き出して、引っ張り出して、そしてその糸と次の目、これも裏目になります。裏目に編んで最後まで模様の通りに編んでください。これで段消しまで終わりました。右側の段消しが終わりました。ここで捨て編みをしていきます。基礎の引き返し編みでも説明しましたが、メリヤス編みを何段か編んでいきますが、ここでちょっとご覧いただきたいのが、引き返しが入ったこの縄編みの部分です。ここは1回目6目の引き返しが入りましたので、どうしても模様が入りませんでした。なんとなくメリヤス編みが溜まった状態になっています。編み物というのは1段下、棒針編みの場合は1段下に結果が出てきますので、この時に模様編みを作りながら捨て編みをしていきますと作品が美しくなります。そこをご覧ください。ただし裏目のところはそのまま表目で編んでいきます。模様を作りながらと言いましたが、表目のところはその裏目のところはそのまま表目、次に交差、本来ならば段数が違いますから模様を作れなかったんですが、ここで模様を作ってしまう。左上2目交差をして捨て編みをします。ここは下がちゃんと交差がしてありますので、そのまま表目、
裏目のところもそのまま表目、次はねじり目になりました。ここも普通に表を編んでしまうと肩を剥いだ時表目が出てしまいますので、ねじり目をしながら表目、裏目のところはそのまま表目で編みます。このまま最後まで表目を編んで、このままあとはメリヤス編みで8段ぐらい編んでおいてください。左側の肩下がりに行きますが、後ろ中心は伏せ目をしながら左側に移っていきます。この時も真ん中の模様がちょうど次の段で交差のところに入りました。ということでここも交差をしながら伏せ目をする方法を使っていきます。足目に糸をつけて次の目から伏せ目をしていきます。この伏せ目の時に模様を作りながらですから、ねじり目のところはねじり目で編んで編み目を伏せます。裏のところはそのまま表目で伏せて結構です。二目交差が出てきましたので、ここでまず左上の二目交差をしながら編んで伏せ目ですから伏せてかぶせます。編んだらかぶせるというふうに模様を作りながら伏せ目をしましょう。左側あと2目伏せることになります。このまま2目伏せてしまいますとまた模様が崩れてしまいますので、この時も模様を作りながら右上になりますので1目あと1目伏せました。もう1目です。次の目まで伏せ目をします。次からは普通に編んでいってください。なるべくギリギリまで模様を入れていく。はい、残りがそうすると2、4、6、20、2、4、6、左の針にかかって伏せてきた1目。これで27目ということになります。そして左側の肩の引き返し編みに入っていきます。2、4、6目残りますので、あと2目編みます。左側に6目編み目が残りました。ここで段数マーカーをつけます。裏に返して最初の目を滑り目、段数マーカーをつけて
編み残しの引き返し編みをしていきます。えりぐり最初の減らし目は3目です。左側から針を入れて1目滑り目をします。1、2、3と減らします。2回目も6目編み残しをします。 2、4、6目ということで、あと2目編んで段数マーカーをつけて編み地を返して、次が滑り目。次の襟ぐりは2目減らし目です。1目滑り目をして、次の目を編んでかぶせる、編んでかぶせます。もう1回交差ができます。次が5目編み残しです。 2、4、5目編み残しました。段数マーカーをつけて編み地を返し、最初は滑り目、残りの目を編みます。最後に段消しをします。ここはもう模様ができませんので、そのまま交差をせずに模様編みを作りながら段消し、段数マーカーのところに来たら編み目を引き出して、次の目と一緒に裏目を編みます。ねじり目のところはねじり目で段消しをします。段数マーカーを引き出して、次の目は表目ですので、表目で2目一度をします。さあ、ここもポイントです。ここもメリヤス編みが続いてしまって、本来ならば交差をしたかったのですが、ちょうど引き返し編みが間に入りましたので交差ができませんでした。ただし今回はここに段消しの目が入っています。これを注意しながら交差をしていきます。まず手前に2目取ります。次の目を表で編みますが、その時に段数マーカーの目を一緒に編んで交差をします。休ませた目
編みます。こちら側は表側で段消しをしますので、その段消しをするときに模様編みを作りながら編んでいく。そうすると作品の仕上がりが美しくなるということです。この後はまた捨て編みを何段か編んでおいてください。メディアス編みを数段編みますが、ねじり目のところはねじり目で編んでおいてください。他は表目で、全て表目で結構です。後ろ身頃が編み上がりました。今回は肩の引き返し編みも模様があるということで、捨て編みをしながら模様を作ったり、後ろ中心の伏せ止めもここも交差をしながら伏せ止めをしました。反対側の肩は段消しをしながら模様を作るということで、ちょっと面倒だったと思います。でもこれは作品を美しく仕上げるためということで、ぜひ頑張ってください。次は前身頃です。